皆さんおはようございます。ティーンデアの脈ボイキングテクです。高分子材料とはいろいろありますが、ポリマーですね、要は。はい。いろいろ材料あって、まあ天然系と合成系、いろいろで分かれておりますね。はい。まあ、これね、難しいもんですね。はい。まあ、合成樹脂、まあいろいろゴムとか、まあ繊維のものですね、いろいろと。はい。まあ、他にもいろいろあるそうでございます。はい。まあ、合成ゴム、いろんな種類あって、次元系、オレフィン系とか、いろいろ、ウレタン系とかです。はい。あとは、いろんなものもですね。はい。これ、難しいもんですね。まず、この工程から、基本から、機材から始まって、乾燥、冷却、浸透、重合、後処理、そして終了。こういう感じですね。はい。高分子材料の複合材料でした。バイバーイ。